都市農業公園、画像左がレストハウス、中央が古民家。2010年4月11日、撮影都市農業公園は、東京都足立区鹿浜のスーパー堤防場にある、足立区立の公園である。1995年10月開園。正式には、江北公園の一ブロックである。芝川が荒川に注ぐ、河口付近に位置し、南側は、 荒川河川敷緑地に面している。全国各地に作られている農業公園の一つで自然との触れ合い、植物栽培、園芸、農業への理解と教育、市民の憩いのために作られたものである。園内には田畑、果樹園、温室、道区内から移築した古民家など、東京郊外で行われていた農業を伝える目的の施設のほか、 芝生広場や自動遊具など家族向けの施設が設けられている。荒川土手川入り口にはレストハウスがあり、荒川の河川敷道路から芝川自転車道が分岐する地点としてサイクリング愛好者の休憩ポイントとなっている。入園は無料、早朝夜間及び年末年始などは休園となる。公共交通機関でのアクセス手段は 鉄道駅から遠い立地のためバスに頼る。西新井駅西口、西新井駅東口、西新井大師西駅、赤羽駅東口、赤羽岩淵駅、川口駅東口など、マイカー、観光バス向けの駐車場も、首都高速川口線の高架下を利用して、設けられており、間7通りにも近い。AB 鹿浜公園地区スーパー堤防ーーの概要、荒川治水資料館。 ありがとうございます。